俺たちの命に歯向かったり、言うことを聞けないようなやつはもう帰ってます。ちょっとそういうトレーニング割れにすればいい。え割れないのに俺らがマスクで、俺らがマスクで、もともと活躍しているひな壇の練習を世代交代してほしいって趣旨になります。ひな壇指示マスクで、こなそうとすんな。起き上がれ、起き上がれ、起き上がれ。おはようございます。この間の100企画でお疲れ様でした。あれで怪我してない？大丈夫？ちょっと怪我してる。今日は、俺と、富澤大地で1日ね、投資的なことをやるので、まあ俺たちのことが途中死ぬほどにくく腹が立つこともあるだろうと、その姿勢に出るための合宿だから、俺たちにもし歯向かったり、言うことを聞けないようなやつはもう帰ってます。その中から何人かが、まあ、チャンスを得られることになると思うんですけど、まあ、全員に与えられてるわけではないので、もうこの合宿の2日間だけは強さでも何でも自分なりのアピールをしていただければと思います。趣旨として、今回君たちには、生き残ってもらって、もともと活躍しているひな壇の練習を世代交代してほしいという趣旨。そういう練習と、やってもらって、負けた方はもうブレイキングダム引退、そういうのかけてやるって話だ。そういう人たちに金張れるような状況まで引き上げるようになるんですけど、今ここにいる7人、から明日の合宿終わる段階で2人か3人は脱落者が受けます。全員が全員、オーディションに行って、向かい合えるわけじゃなくて、だから、この1泊2日も生き残りかけて、その脱落者に自分が入らないように気合入れてやってください。はい、はい、まずね、君たちのこと全然この間の100人企画でのスパーでしか知らないから、一泊使って本当短い期間なんだけど、改めて、フィジカルと実力を見たいなと。ちょっとそういうトレーニング。スパーリングすればいいですよ。え？スパーリングやればいいんだよ。俺らの指示待っとけよ。俺の指示待っとけよ。はい合宿行く会議じゃねえだろ。突っ張るのはお前ら勝手だけどさ、今じゃねえだろって突っ張るの。お前らのために来てんだから、怪我とかしたら出れないよ。